おいタヌキ、あれか、お前の言ってた約束の島ってのは。ああ、間違いねえ、あの島だ、ヌキキ。どうしたのルフィ、なんだかとても嬉しそうね。匂いだ、あの島からものすげえ冒険の匂いがする。サンディ、海賊弁当大盛り。はいよ。これも全部パト、あんたの力で。オイラを使って親分が作ったんだ。すげえだろ、ヌキキ。航海の途中たどり着いた島で、眼前に広がるかつて訪れた景色。しかしこの島一体どうなってんだ。俺もやられっぱなしは気に食わねえな。おいタヌキ、その親分ってやつのとこに俺を連れてけよ。ああ、いいぞ。ちょっとルフィ、レッド親分。まさか赤の伯爵。ここで殺しておくか。突如姿を現す最強の海賊。揃いも揃って期待外れだな。ゲームオリジナルキャラクターデザイン、小田栄一郎。闇によって解き放たれた天涯孤独の海賊レッド。記憶を形に変える能力を持つパト。さらに豪華声優陣が一堂に集結。我を追えば傷つくだけだ、体も心もな。レッドが放つかつての強者たち。シュロロロロ、よく来たな麦わら。俺の実験に失敗はねえ。タクト、お前らの運命、俺の心一つ。諦めろ人間、俺は必ず復讐を果たす。俺の前では何もかもが無力。お前を目障りな敵と認めよう。よみがえる戦い、よみがえる思い、立ちふさがる過去の記憶。過去と未来が交錯するこの地で、海賊の王をめぐる戦いが今始まる。ゲット！任天堂 3DS 専用ソフト、ワンピースアンリミテッドワールドレッド、11月21日発売予定。これから我の歩む道は修羅の道だ。初回封入特典は限定コスチュームや追加クエストが入手できるダウンロード番号。そして任天堂 3DS LL 本体同梱版にルフィレッド、チョッパーピンクの2バージョンが登場。さらに限定封入特典がついてくる。